英語学習の時間がやってまいりました。How are you doing, everybody? 皆さんいかがお過ごしでしょうか？時事ニュースで英語学習、NHK ワールドニュースを使いながら私たちの英語力、そして英語を学びながら情報力アップしていきましょう。まさかということで、日本の皆さんも驚いていると思いますけれども、まあ二人で一つのような存在だった大谷選手の通訳が、なんと違法賭博で解雇されたというニュースが入ってきましたので、これを使いながら一体何が起こってしまったのかですね。そして心配なのは大谷さんの心に影響して、プレーに集中できないといった、そんな、マイナスなことにならなければいいんですけれども、この写真に写っている水原通訳ですね。水原一平通訳、欲に飲み込まれてしまった、違法賭博をやってしまってというこのニュースを使いながら一体何が起こったのか、英語を学びながら情報力アップしていきましょう。まずはじめ、英語字幕ありで NHK ワールドニュースを見て、しっかりとニュースのアウトライン、概要を見ていきたいと思います。次に2番目、音読、NHK ワールドキャスターの上手な英語を真似しながら、私たちもしっかりと英語を話して、日本人が一番苦手と言われている英語のスピーキング力を上げながら、難しい単語表現、そしてニュースの内容を見ていきましょう。ニュースの内容は、英語、日本語字幕、両方ありで見ていきますので、しっかりと内容を見ていきたいと思います。3番目、仕上げで最後に字幕なし、英語のリスニングだけでしっかりと内容、聞き取れるのか、残念なニュースですけれども、しっかりと英語をしっかり集中しながら聞いて、英語のリスニング力高めていきましょう。英検一級家事チャンネル、最新ニュースで英語を学びながら情報力もアップできる、そんな動画をアップしていますので、いいなと思ったらぜひチャンネル登録、高評価ボタンクリックよろしくお願いします。それでは早速 NHK ワールドニュースを見ながらですね、一体何が起こってしまったのか、英語力、情報力アップしていきましょう。 Let's get it started。 それでは左側の NHK ワールドニュース、右側の英語字幕ありで見ていきましょう。読まれているところ、このようにカーソルを合わせていきますので、必要な方は参考にしてみてください。カーソルがなくても聞き取れる、聞き取り挑戦してみようという方は、右側の字幕は無視して左側の英語、NHK ワールドニュースだけ集中して見ていただければいいと思います。では、Let's try to understand the outline of this NHK World News with English subtitles. Let's try it. Japanese superstar Ohtani Shohei excited his fans with his first hit of the 2024 season Wednesday night. It happened in the LA Dodgers opening game in Seoul. After the game, news broke that stunned many in the league. The Dodgers tell NHK they have fired Ohtani's interpreter.Mizuhara Ippe. The Los Angeles Times, ESPN, and other U.S. media outlets are reporting the interpreter was allegedly involved in illegal gambling. Lawyers for Ohtani tell NHK that Shohei has been the victim of a massive theft, and we're turning the matter over to the authorities. ESPN says at least $4.5 million was wired from Ohtani's bank account to an associate of a bookmaker currently under investigation by federal authorities. Mizuhara had served as Ohtani's interpreter since the Japanese player joined the Angels. He moved to the Dodgers with Ohtani after the star signed the largest contract in sports history. The interpreter accompanied Ohtani for the Dodgers opener in Seoul on Wednesday.ESPN also reported that multiple sources, including Mizuhara, said Ohtani does not gamble and that the funds wired covered Mizuhara's losses. The Dodgers tell NHK they are aware of the reports and are gathering information. The team did not provide a specific reason for firing Mizuhara.さあ、字幕ありで見てみましたけれども、アウトライン、概要聞き取れましたでしょうか。まさかということですけれども、水原通訳、違法賭博を行って、ロサンゼルスドジャース解雇されたというニュースが飛び込んできました。では次はですね、日本語と英語を使いながらしっかりと英語を話して、日本人が苦手と言われているスピーキング力アップをしながら単語表現、そしてニュースの詳細の意味、英語日本語で見ていきましょう。声が出せる視聴者の方、一緒に英語を左側ですね、音読をしながら、英語を話す、練習をして、訓練をしながらスピーキング力アップ、そして単語表現を見ていきましょう。ではまず、この最初の部分ですね、音読をしてみましょう。Japanese superstar Shohei Ohtani excited his fans with his first hit of the 2024 season Wednesday night. It happened in LA Dodgers opening game in Seoul. ということで、
日本のスーパースター大谷翔平、水曜日の夜、2024年シーズン初安打を放ってファンを沸かせた。それはソウルで行われたロサンゼルスドジャースの開幕戦だということですね。ここは、難しい多分ないですけども、excite っていうのはですね、興奮させるっていうですね、大谷翔平 excited his fans。 最初のヒットを打って、今、LMBL メジャーリーグ開幕戦ソウルで行われていますけれども、ファンを沸かしたということです。しかしその後ですね、まさかということが起きました。ではここを音読しながら見ていきましょう。 After the game, news broke that Stan Mane in the league. The Dodgers tell NHK they have fired Otani's interpreter, Mizuhara Ippei. The Los Angeles Times, ESPN and other US media outlets are reporting his interpreter was allegedly involved in illegal gambling. ですね。試合後、リーグ関係者の多くを驚かせたニュース、大谷さんのヒットではなくて、ロサンゼルスドジャース、大谷さんの通訳、水原一平を解雇したと、NHK に伝えたと。ロサンゼルスタイムズ、そして ESPN、その他のアメリカのメディア、この水谷一平通訳、違法賭博に関与したが、疑いがあるということですね。欲に負けてしまった。欲に飲み込まれてしまった典型的な例と思いますけれども、大谷さんの通訳をしているだけでもうハッピー十分ではなかったんでしょうか。もっと欲にですね、飲まれてしまったのかなと思いますけれども、ではですね、ここ単語表現見ていきましょう。News broke that stand many in the league。 この stand というのはですね、驚愕させる、めちゃくちゃ驚かせるという意味ですね。 stand 覚えておきましょうか。 OK です。 That stand many in the league。 リーグの多くの人たちを standびっくり仰天させた。そのことですね。interpreter。英語学習している人はですね、dream is to become interpreter ということで、通訳になるというのが夢の人もいるかもしれません。interpreter ですね。通訳ですね。水原一平、なんと解雇、fire で解雇するですね。解雇されたということです。なぜかというと、allegedly というのは伝えられるところによるとですね、報じ、得られている報道によると、involved in illegal gambling ですね。違法賭博、違法ギャンブルに involved、 関与した疑いがあるということですね。まあメディア、SNS、ニュースでも水原一平通訳素晴らしい、大谷さんとですね、ニコイチだみたいなこと言われてましたけれども、実は違法賭博に手を染めていたということなのかもしれません。まだはっきりしませんけれども、まあ解雇されるということはそういうことなんでしょう。では次、ここ音読していきましょう。Lawyers for Otani telling NHK that Shohei has been the victim of massive theft and they are turning the matter over the authorities. ということで、大谷選手の弁護士 NHK に対して、翔平大谷さん自身は大規模な窃盗の被害者であり、この問題を当局に引き渡していると語ったということですね。 victim 被害者、 massive theft 大規模な窃盗、まあ、お金盗まれたっていう感じですかね。使い込まれてしまった。The victim of the massive theft ですね。そして、turning the matter over to the authority. Authorities というのは当局ですね。まあ、そういう詐欺行為とか犯罪を調査する authorities、当局に、この問題を移っているということですね。では次、ここ見ていきましょう。本当に驚きますけれども、ESPN says at least 4.5 million US dollar was wired from Otani's bank account to an associate of a bookmaker currently under investigation by federal authorities ということで、アメリカ ESPN によると少なくとも450万ドルですからね。100万ドルで、レートが1ドル100円の時は1億円ですから、今のレートで言うとおそらくですね、まあ、10億円近くになりますね。10億円近くが大谷選手の口座から、使い込まれていたということで、現在連邦当局の捜査を受けているビッグマーカーの関係者に送金されたということで、水原通訳、なんとですね、10億円近く大谷さんの預金から、違法賭博で、使ってしまっていたということなんでしょうか。ではここを見ていきましょう。Mizuhara had served as Otani's interpreter since the Japanese player joined the Angels. He moved to the Dodgers with Otani after the star signed the largest contract in sports history. ということで、Mizuhara 氏ですけども、大谷選手ロサンゼルスに入団して以来通訳を務めていた。大谷がスポーツ史上最大の契約を結んだ後、
水原通訳、大谷さんと共にドジャースに移籍したということで、まあ、日本でもですね、ドジャースに移籍、そこに水原通訳も一緒に行くんだ、さすがニコイチだな、なんてこと言われてましたけれども、裏の顔ということですね。違法賭博に手を染めていて、10億円近く、大谷選手の口座から使い込んでしまっていたということで、本当に残念です。欲にまみれた、欲に負けてしまった典型的な例だと思います。さあ、単語表現、ここは難しいものありませんので、次見ていきましょう。それではここですね、行ってみたいと思います。音読、視聴者の方も一緒に話して、英語のスピーキング力を上げていきましょう。The interpreter accompanied Otani for the Dodgers opener in Seoul on Wednesday.ESPN also reported that multiple sources, including Mizuhara, said Otani does not gamble and that the fans were yet covered Mizuhara's losses. ということで、Mizuhara 通訳、水曜日にソウルで行われたドジャースの開幕戦に同行していたと。ESPN によると、Mizuhara 通訳含む複数の関係筋が、大谷選手はギャンブルに手を染めていないと。送金された資金が Mizuhara 選手の損失をカバーしたと述べたと。報じている。ということですね。本当に、今年新たな記録を打ち出すだろうと言われている大谷さんのですね、まあ、心の不調ですね、異変な心配事、できてしまいましたけれども、本当にこれが影響しないことを祈るばかりですね。そしてまさかと思いますけど、大谷選手もですね、一緒に水原さんと違法ギャンブルで、まあ、お金を増やすなんてことをしていたとなればですね、ちょっと問題が大きくなっていくんではないかなと思いますけれども、今の段階ではですね、大谷選手はギャンブルをしていないと。被害者の側だということですね。ではここを単語表現見ていきましょう。アカンパニー、同行するですね。The interpreter accompanied Otani ですね。ソウル、韓国ソウルでオープニングゲームが行われているのに同行している。アカンパニーしているですね。そして、losses というか損失ですね。失ったお金を取り返そうとしてどん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 つぎ込んでしまって負けが込む、もうギャンブル依存症の典型ですけれども、ロスイズですね、ロス損失をカバーするため。さあでは次、ここ最後見ていきましょう。 The Dodgers tell NHK they are aware of the report and are gathering information. The team did not provide a specific reason for firing Mizuhara ということで、ドジャース NHK に対して報道は承知している、情報収集を行っていると。球団は Mizuhara通訳の解雇の具体的な理由述べていないということですね。なぜここに、監督が入ってくるのか、 Google 通訳よくわかりませんけれども、では単語を見ていきましょう。 Aware of、 気づいている、認識しているということですね。ロサンゼルスドジャースも今回のことを Aware of、気にかけて気づいている、報道知っているということですね。そして Gathering information、 情報を集めているんだと言っていると。 ButThe team did not provide 提供する specific reason ですね。特別な理由、なぜ水原通訳を、fired 解雇したのか、特別な理由はまだ明らかにしていないということですけども、 ESPN を初めてアメリカのメディアが速報で報じているということです。さあ、英語、日本語を使いながら単語表現と触れ合いながらですね、新しい情報、しっかりと英語を学びながら情報力アップできたんではないでしょうか。本当に驚くようなことがこの世界起こりますけれども、絶好調の大谷さんのまさにまあ通訳ですね、女房役だった通訳の水原一平氏、多額の損失を大谷さんの口座から使い込んで補填をしていたという、そんなことがあるのかというようなことが起こってしまったということです。さあでは次、3番目、仕上げですね。今度は字幕なしで英語のリスニングだけで、一体何が起こってしまったのか、今まで学習した単語表現、ニュースの内容をしっかりと見ていきましょう。Let's try to understand every details of this news with NHK News. From NHK News, let's try to focus on listening English carefully and try to understand every details without English subtitles. Let's try to understand it. さあでは、英語字幕なし、英語のリスニングだけで学習した単語表現、内容を聞き取れるのか挑戦してみましょう。Let's.Right. Japanese superstar Otani Shohei excited his fans with his first hit of the 2024 season Wednesday night. It happened in the LA Dodgers opening game in Seoul. After the game, news broke that stunned many in the league. The Dodgers tell NHK they have fired Otani's interpreter, Mizuhara Ippei.
The Los Angeles Times, ESPN, and other U.S. media outlets are reporting the interpreter was allegedly involved in illegal gambling. Lawyers for Ohtani tell NHK that Shohei has been the victim of a massive theft, and we're turning the matter over to the authorities. ESPN says at least $4.5 million was wired from Ohtani's bank account to an associate of a bookmaker currently under investigation by federal authorities. Mizuhara had served as Ohtani's interpreter since the Japanese player joined the Angels. He moved to the Dodgers with Ohtani after the star signed the largest contract in sports history. The interpreter accompanied Ohtani for the Dodgers opener in Seoul on Wednesday. ESPN also reported that multiple sources, including Mizuhara, said Ohtani does not gamble and that the funds wired covered Mizuhara's losses. The Dodgers tell NHK they are aware of the reports and are gathering information. The team did not provide a specific reason for firing Mizuhara. 字幕なしで見てみましたけれども、いかがだったでしょうか。本当に残念、驚き、悲しみに包まれている方もいると思います。私たち英語を学習している人にとってはですね、大谷さんの英語の通訳ができる水原一平通訳、とても羨ましいし、すごいなと思っていたんですけれども、実はですね、裏で違法賭博に手を染めていた。そして今回、ロサンゼルスドジャース解雇されてしまったという、ものすごく悲しい結末で、結末を迎えてしまった。それもこれもですね、欲に飲み込まれてしまったということで、まあ、強欲ですね。人間の欲、本当にそこがないといえばないんですけども、それをコントロールできずにですね、今回、違法賭博に手を染めてしまったということをアメリカ、ロサンゼルスタイムズや ESPN が、まあ、報じていて、そして実際に解雇されてしまったということですね。まあ、大谷選手の今後の活躍に、悪影響を及ばさないことを祈るばかりですけれども、今回はこのニュースを使いながら、英語力アップ、そして情報力アップしてみました。皆さんはどんな新しい単語表現と出会い、どんな内容を得て、そしてどんなことを感じましたでしょうか。こんな感じで、英研究家事チャンネル、英語を学びながら、そして情報力も世界中からの、世界中の情報を集めてですね、世界中のニュースを使いながら情報力アップできる、そんなチャンネル目指しています。動画もアップしていきますので、英語学習に使えるな、情報力アップに使えるなと思った視聴者の皆さん、ぜひチャンネル登録ボタンのクリック、そして高評価ボタンのクリック、応援よろしくお願いいたします。一緒に英語力アップしていきましょう。Thank you very much for watching my video till the end. I hope we could get new English vocabularies and expressions as well as very sad news information this time from NHK World News. Ohtani's interpreter, Mizuhara Ippai, got fired from Los Angeles Dodgers. If you think that my channel, AKQ Kaji Channel, is good for you to improve your English skills and expand information knowledge, please subscribe my channel, AKQ Kaji Channel, and please give me good evaluation button. Let's improve our English skills and expand information knowledge together, step by step. Thank you for watching till the end. Have a good day. Stay healthy. Goodbye.